ビーナス・ウィリアムズ、ビーナス・エボニースター・ウィリアムズ、ビーナス・エボニースター・ウィリアムズ、1980年6月17日体は、アメリカ・カリフォルニア州リンウッド出身の女子、プロテニス選手。身長185センチメートル、体重73キログラム、バックハンドストロークは、両手打ち。これまでに WTA ツアーでシングルス49勝、ダブルス22勝を挙げている。 自己最高ランキングはシングルス1位、ダブルス1位。1990年代後半からアメリカ女子テニス界のトッププレイヤーの一人として活躍。妹のセリーナ・ウィリアムズと共に女子テニス界にパワーテニスを持ち込み、これまでの女子テニスのスタイルを一変させた。シングルスダブルス、混合ダブルスでのグランドスラム優勝合計は23回で、 特にセリーナ・ウィリアムズと組んだダブルスの優勝回数は、オープン会以降チーム歴代2位体の14回。オリンピック金、メダル4個獲得は、男女通して、妹のセリーナ・ウィリアムズと並び歴代1位体。5人姉妹の4女として生まれる、イフ姉妹である。3人姉妹とビーナス、セリーナで別。1994年10月、同じ年のマルチナ・ヒンギスと、同時期に14歳で、 プロ転校。しかし学業を優先する父親、リチャードの教育法人により、最初の2年間は出場試合数を絞っていた。1997年3月から WTA ツアーに本格参戦を開始。同年の全仏オープンで4大大会にデビュー、1回戦の相手は日本の沢松直子であった。同年の全米オープンでは、 世界ランキング66位のノーシードながら一気に決勝に進出。ヒンギスに0から6、4から6で完敗したが、彼女の登場は当時の女子テニス界に強烈な印象を与えた。当時の目標は妹のセリーナと共にテニス版タイガーウッズだった。1998年3月にシングルスで世界トップ10入り。なお、 この年の四大,大大会の混合ダブルス部門は、ビーナスがジャスティン・ギメルストブ、アメリカとのペアで、全豪オープンと全仏オープンで勝利した後、セリーナはマックス・ミルヌイ、ベラルーシとのペアで、ウィンブルドンと全米オープンを連続制覇と、ウィリアムズ姉妹が優勝を独占した年となった。1999年以降、ビーナスは、さらなる躍進を遂げる。 1999年3月のリプトン国際選手権でセリーナと初の姉妹対決の決勝を戦い勝利するなどツアー7勝を挙げる。1999年の全米オープンでセリーナがグランドスラム初優勝を飾ってからは2000年以降は徐々に女子テニス界をウィリアムズ姉妹が支配していくことになる。2000年にウィンブルドン選手権で ビーナスが初優勝を果たす。この時は準決勝でセリーナと姉妹対決をしている。続く全米オープンで4大大会連続優勝。シドニー五輪でもタンプクの金メダルを獲得し、シングルス35連勝を記録した。2001年もウィンブルドンと全米オープンで大会2連覇。2001年の全米オープンでは姉妹の夢であった。 4大大会決勝での姉妹対決を初めて実現。ビーナスが勝利した。2002年2月、黒人の女子テニス選手として初の世界ランキング1位に輝く。しかしこの頃からセリーナとの形勢が逆転。2002年全仏オープンから2003年全後オープンまで4大会連続で姉妹対の決勝となるが全て敗退。翌2003年のウィンブルドンでも、 決勝でセリーナに敗れた。その後、セリーナともども体調を崩し、2003年度、テニスツアーの後半戦を欠場する。ビーナスは2004年1月からツアーに復帰したが、しばらく4大大会で不本意な早期敗退が続いた。ようやく翌2005年のウィンブルドンで復活。第14シードから勝ち進み、準決勝で、 大会前年優勝者のマリア・シャラポワに解消し、決勝戦では5年前の初優勝と同じ顔合わせ、リンゼイ・ダベントに4から6、7から6、9から7で優勝した。2006年ウィンブルドンでは3回戦で姿を消したが、2007年では世界ランキング31位、第23シードだったが、4回戦でシャラポワ、準々決勝でスベトラーナ・クズネッツォは、 準決勝でアナイバノビッチ決勝ではマリオンバルトリオ6から4、6から1で退け2年ぶり4度目の優勝を達成。コンピューターランキングが導入されて以来ウィンブルドン史上最も低いランキングでの優勝者となった。これは2年前のビーナス自身による16位での優勝を更新したもの。2008年ウィンブルドンの決勝戦では5年ぶりに 姉妹対決を実現させ、ビーナスが7から5、6から4のストレート勝ちを収めた。これでビーナスの4大大会シングルス優勝は7勝となり、ウィンブルドン女子シングルス5勝は同選手権の単独6位記録となる。2009年ウィンブルドンでは2年連続の姉妹対決決勝となったが、6から7、2から6で敗れ、3連覇を逃した。 その後2011年からは、怪我や病気、シェーグレン症候群、自己免疫疾患の一種に悩まされ、四大大会でも思ったような成績が残せず、早期敗退が多くなった。2011年のシングルスのシーズン最終ランキングは1996年以来、実に15年ぶりにトップ100圏外、103位となったが、2012年どンドンオリンピックに、 出場することになみなみならぬ意欲を見せ、これまで以上に大会に出場し、見事、シングルス、ダブルスともに出場を果たし、ダブルスは、金メダル、元世界ナンバー1としてのプライドを見せた。2014年2月のドバイテニス選手権でアリーゼ、コルネに6から3、6から0で勝利し、プレミア大会としては2010年の同大会に、優勝して、以来、 実に4年ぶりのツアー優勝を飾った。2015年は1月のオークランドの決勝で、第1シードのキャロラインをオズニアッキにに6、6から3、6から3で勝利し、46個目の WTA ツアータイトルを獲得し、最先の良いスタートを切った。その勢いのまま2015年全豪オープンで4、大大会としては、2010年全米オープン以来5年ぶりに、 ベスト8へ進出した。QF では、同じアメリカの19歳の若手、マディソン・キーズに4から6、6から3、4から6のフルセットで敗れ、全豪オープンとしては2003年大会以来、12年振りとなるベスト4進出を逃した。続く、全仏オープンでは1回戦で敗れたが、2015年ウィンブルドンでは4回戦に進出した。 3回戦に進出した時点で大会通算勝利数が75勝となり、シテフィグラフを抜いて歴代3位となった。4回戦ではセリーナとの姉妹対決となり、4から6、3から6で敗れたセリーナはこの時点でビーナスと並んで大会通算勝利数が76勝となった。最終的には優勝を果たし79勝とした。 全米オープンは第23シードで出場し、1、2回戦でフルセットを強いられるものの、2010年大会以来5年ぶりのベスト8へ進出。ウィンブルドンに続いて第1シードのセリーナとの対決となり、2から6、6から1、3から6で敗れ、ベスト4進出はならなかったが、お互い鋭い打球の打ち合いとなり、ハイレベルな試合であった。 ビーナスが1年の4大大会で2大会以上のベスト8以上を記録したのは2010年以来5年振りとなり久しぶりの復活を印象付けた。全米オープン後のプレミア後大会の一つ、武漢オープンでノーシードながら決勝へ進出。2015年ウィンブルドン準優勝者のガルビネムグルサと対戦し、6から3、3から0とビーナスがリードしたところで、 ムグルサが危険をし、ヴィーナスが WTA ツアー通算47勝目を挙げた。2009年以来、2010年は出場権を得ていたが、怪我で出場自体の WTA ツアー選手権を目指したが、10位に止まり出場を果たせなかった。その翌週、2014年まで行われていた WTA トーナメント・オブ・チャンピオンズの後継大会として新設された。 WTA エリートトロフィーへ出場。ラウンドロビンを2勝0敗で勝ち上がり、準決勝でロベルタ・ビンチに6の2、6から2、決勝でカロリナ・プリスコバに7から5、7から6で勝利し、初代チャンピオンとなった。この勝利でツアー年間最終ランキングが7位となり、トップ10復帰を2011年3月以来、年間最終ランキングトップ10を2010年以来に飾った。 2016年は2015年に優勝したオークランドベスト8だった2016年全豪オープンにに大会連続で初戦敗退を喫しトップ10から陥落してしまうものの2月に新設された台湾オープンの決勝で日本の土井美咲に6の4、6から2で勝利しツアー通算49勝目を挙げた毎年3月に行われるアメリカでの BNP パリはオープンに2001年以来15年ぶりに出場した。これは1年大会のセリーナとの準決勝直前にビーナスが棄権したことにより決勝時に観客からセリーナと観客席にいるビーナスに対し凄まじいブーイングが浴びせられたことで人種差別だとして出場をセリーナと共にボイコットしていた。セリーナは15年大会下復帰。 しかし16年大会の登場時には、観客からは拍手と歓声で迎えられた。結果は2回戦で奈良くるみに4の6、3から6で敗れた、ビーナスが日本人に敗れたのは、この時が初めて。全仏オープンでは2010年大会以来6年ぶりにシングルス4回戦に進出したが、ティメアがシンスキーに2から6、4から6で敗れた。2016年ウィンブルドンでは2009年に、 準優勝して、以来のベスト4に進出。過去8度、準決勝に進出した際には、必ず決勝進出を果たしていたが、2016年、全豪オープンチャンピオンのアンゲリック・ケバーに4から6、4から6で敗れ、先の試合で勝っていた、セリーナの待つ、決勝進出とはならなかった。また、同大会の出場で、グランドスラムシングルス出場回数が通算71回と、 なり、メアリー・ジョー・フェルナンデスに並び歴代1位体の出場回数を記録した。リオデジャネイロ・五輪のシングルスでは第5シードで出場したものの、1回戦でキルステン・フリップ・ケンスに6から4、3から6、6から7で敗れ、五輪で初めての1回戦敗退となった。全米オープンは第六シードとして順調に勝利していくが、四回戦で、 カロリナ・プリスコバに6から4、4から6、6から7の逆転で敗れた。特に最終第3セットのタイブレイクでは、マッチポイントをつかみながらの敗戦であった。2017年全豪オープンは、第13シードで出場し、上位シードが早期敗退していく中、準々決勝で、アナスタシア・パブリチェンコは26から4、7から6で勝利し、続く、 準決勝は4回戦で、第1シードのアンゲリック・ケルバー、準々決勝で前年全仏チャンピオンのガルビネ、ムグルサに勝って、勢いのある同胞のココバンダウェイと対戦。粘り強いテニスで6から7、6から2、6から3で逆転勝ちした。これにより、4大大会では2009年ウィンブルドン以来8年ぶりの決勝進出、全豪オープンでは2003年以来、 実に14年ぶりの決勝進出を果たす、同大会最年長ファイナリスト。決勝の相手は、第2シードのセリーナ・ウィリアムズと4、大大会決勝通算9度目の対戦となり、4から6、4から6で敗れ、2008年ウィンブルドン以来、久しぶりの4大大会優勝と、全豪オープン初優勝はならなかった。またこの勝利でセリーナは、 シテフグラフと22度で並んでいたオープン会の4、大大会優勝記録を更新する、最多23度目の優勝を成し遂げた。3月の BNP パリバオープンでは、2回戦で、元世界ナンバー1のエレナ・ヤンコビッチに1から6、7から6、6から1の大逆転勝利で波に乗り、準々決勝へ進出。準々決勝では、エレーナベス2が、今大会優勝者に敗れたものの、 同大会では、ボイコット前の2001年大会以来のベスト8、進出を果たした。翌週の同じくプレミアマンダトリーに位置するマイアミオープンでも好調を維持し、4回戦では、第7シードのスベトラーナ・クズネッツォアに6から3、7から6で勝利。2年ぶりにトップ10選手から勝ち星を挙げ、続く、準々決勝では第1シードで、 世界ランク1位のアンゲリック・ケルバーと対戦。7から5、6から3でストレート勝ちし、2014年に当時世界ランク1位のセリーナに勝って以来の世界ナンバー1選手からの勝利を挙げ、同時に36歳9ヶ月での世界ナンバー1選手からの勝利は最も年長での勝利記録となった。準決勝はジョアンナ・コンタに4から6、5から7で敗れ、 決勝進出はならなかった。全仏オープンでは通算20回目の出場を果たした史上初めての選手となった。結果はシングルス4回戦まで進出したが、昨年と同じ4回戦で同じ相手のティメアはシンスキーに7から5、2から6、1から6の逆転で敗れ、全仏オープン11年ぶりのベスト8進出とはならなかった。 ビーナスの最大の武器は、時速 200km を超える高速サーブである。最大のライバルであるマルチナ・ヒンギスの頭脳プレーに打ち勝つため、持ち前の大きな体格を生かした強力なパワーテニスを乱してきた。だが、その一方で、姉妹ともに多くの故障に悩まされてきた。姉妹の4大,大大会ダブルス優勝は14度あり、シドニー五輪と北京五輪。 ロンドン五輪のダブルス金メダルも獲得した。初めて姉妹ダブルスで四大大会に出場した1998年、全豪オープンでは、3回戦で、日本の木ムタナオコ宮城七組に敗れている。1999年全仏オープンの女子ダブルス決勝で、マルチナ・ヒンギスアンナ・クルニコワ組を破って初優勝して、以来、無敵の強さを誇ってきた。しかし、 2003年のウィンブルドン女子ダブルス3回戦で、姉妹はロシアペアのエレーナ・デメンチェワディナ・クラスノルツカヤ組に敗退して、以降、姉妹のどちらかの体調不良により、姉妹でエントリーできないことが多かった。5年後の2008年ウィンブルドンでリサ・レーモンド、アメリカサマンサストーサー、オーストラリア組を6から2、6から2で圧倒。 姉妹で6年ぶり3度目の女子ダブルス優勝を果たした。同年の北京五輪の女子ダブルスでも2大会ぶり2個目の金メダルを獲得した。2009年全豪オープンでは姉妹は決勝で杉山アイアンドダニエラ・ハンチュコバ組を6から3、6から3で破り、6年ぶり3度目の優勝を果たした。その後2009年ウィンブルドンから2010年。 全仏オープンまで4大大会女子ダブルス4連勝を達成。その後、2012年ウィンブルドンでは3年ぶり5度目の優勝を果たした。同年、同地で行われたロンドン五輪においても2大会連続3個目の金メダルを獲得。これにより、姉妹とも五輪通算4個の金メダルを獲得。これは男女通じてテニス選手で史上最多である。 2016年は、リオデジャネイロオリンピックも見据え2014年、全米オープン以来、セリーナと組んでのダブルスに出場。全仏オープンは3回戦で敗退するものの、2016年ウィンブルドンでは、決勝を含め6試合中5試合が、シードチームとの対戦だったが、いずれも勝利し、2012年大会以来6度目の優勝を飾った。これで、 セリーナと組んだチームでのグランドスラム優勝回数は14回となり、オープン開校同一チームとしての優勝回数は歴代2位体となった。歴代1位はマルチナナブラチロアとパムシュイバーの20回。リオデジャネイロ五輪では姉妹の宿願であるダブルス3連覇を目指して、第1シードとして出場するものの、まさかの1回戦でストレートで敗れ、3連覇はならなかった。 ビーナスはシングルスも1回戦で敗れていたため勝利することなく大会を終えるところだったが混合ダブルスにラジーブラムと組んで出場。逸話で混合ダブルスに出場したことは初めてだったが決勝に進出し同じアメリカ代表のベサニー・マテックイコール・サンズジャック・ソック組と対戦。結果は7から6、1から6、7から10の逆転で敗れ。 史上初のテニス選手としての5つ目の金メダル獲得はならなかった。それでも通算獲得メダル数が5個となり、イギリスのキャスリーン・マッケイン・ゴット・フリーと並び、男女通じての最多獲得数となった。ビーナスは日本を訪れた回数が少なく、これまで4度しか来日がない。初来日は2004年2月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントであったが、この時期は、 長期の故障から復帰したばかりで、準々決勝の試合前に棄権している。2007年10月、ビーナスはジャパンオープンに初出場し、彼女の来日としては3年ぶり2度目となったが、急遽の出場要請だったこともあり、本来は休養する予定だった決勝で、ビルジニ・ラザのフランスに6から4、6から7、4から6で敗れ準優勝に終わっている。 3度目の来日は2009年のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントに第2シードとして出場したが、2回戦でカルラスアレスナバロに6から7、5から7で敗れた。4度目も2013年9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントであったが、準決勝でペトラ首トバに6から3、3から6、6から7で敗れ、1年ぶりとなる。 ツアー決勝進出を逃した。オープン開講。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。